富士吉田、富士急ハイランドのお膝元でうまいうなぎを食うとしたらうなよしになる。駐車場も驚くほど広い。富士急ハイランド駅からもほど近く、電車で来ることも可能だ。のれんをくぐると少々注意書きが書かれている。小さなお子様をお連れのお客様は周りのご迷惑にならないようにと、そして外国のお客様は日本語がしゃべれる方とご一緒にと。入り口を入ると広い石畳が待っている。右手が一般的なお座敷、そして左が宴会用のお座敷となる。会計をするこの場所に本日のうなぎがどこから来たものなのか証明書が貼られている。そして一般のお座敷には所狭しと芸能人の方のサインが貼りまくられている。お座敷はいい感じでセパレートされていて居心地がとてもいい。一つ一つはおおよそ4人掛けであるが、大きな大人だと少々狭さを感じるやもしれん。そして冬場にはありがたいサービスが、全席掘りごたつになっていて自分でスイッチを入れることができる。お品書きはこんな感じ。少し食べたいそんな人のためにミニサイズも用意されている。またうなぎが苦手というお友達と来ても大丈夫なようにいろいろなメニューが用意されている。串打ち3年先8年、煙に巻かれて焼き一生、うなぎの世界の厳しさを物語る名言である。うなぎを食べる前の野菜サラダ、実はなかなか好きである。箸休めにおしんこと酢の物、なかなかの組み合わせ。さあお待ちかね、いつも通り白焼きからいただく。ふっくらと蒸し上げたうなぎが香ばしく焼かれている。わさび醤油がうまい、いい味だ。うな重は 1.5 匹と決めている。蓋を開けた時のこの香り、この香りだけで飯が食える。そしてこの照りとこのぎっしり詰まった感じがたまらない。肝水もいい味が出てる。いいうなぎを使っている証だ。気になるお味といえば、ふっくらと蒸し上げられたうなぎがあれ?と思うくらい焦げ目がついて焼かれている。そこに見事に甘めのタレが絡む。この照り、山椒をたっぷりまぶして食べたらやめられない。山椒は和歌山の香り残暑だそうだ。富士吉田に来たならばまた寄りたいと思う。